よし、今回はですね、結構趣旨は違ってきますね、今までの動画でね。ということで、今回はモリとヤモリの違いについて解説しましょう。まあね、解説するまでもないんですが、ちょっとね、いろいろ比較しましょう。こちらがヤモリ、皆さんご存知。そしてこちらがイモリでございます。イモリはね、皆さんの馴染み深い赤原イモリを使っております。うちにはね、これ以外に沖縄シリケンイモリと奄美シリケンイモリがいます。こちらは沖縄のイモリで、これは沖縄以外にの日本のイモリです。まずね、ヤモリとイモリ生活圏が全然違いますよね。ヤモリは陸です。そしてイモリは水中、イモリは両生類で、ヤモリは爬虫類でございます。イモリはね、肺はありますけど、この両生類なんで、肺じゃありませんか、皮膚をね、潤いを保たないといけない、だから入ってるわけです、水の中にね。爬虫類はそれを進化して潤わなくてもいい状態になりました。早速比較していきましょう。まず顔です。顔かっこいい。尻尾、これはね、オスの尻尾なんでね、ちょっとね、まあ横から見たらわかるんですけど、ちょっと先っぽの方がほら、ちょっと細くなってるんですよ。メスは結構長い。尻尾、手、ちょっと手5本です。足も5本です。上から見た時、下から見た時、飯の食い方、とても頭を振るな。赤ら飯の食い方ね。こちらも頭を振ります。頭を振ったりパクパクしたり、これはうまく入ったみたいですね。パクパクしてます。手足を上手に使って餌を食べることができます。手足にね、注目してほしいんですけど、このイモリはね、こういう、まあ時に何の変哲もない指をしていますよね。でもヤモリに吸盤があるのは見えましたかね。ヤモリはあの吸盤を使って壁を登っているというわけです。でもアカハラは壁を登る必要がないので、水中にいるので、このようなこのような指になりました。ほら、吸盤ね、これこのね、吸盤が結構ね、チクチクしてかゆいですね。はい、まあね、イモリは、あ、イモリじゃん、ヤモリはまあ民家とかのね、壁とかドアとかに張り付いて、夜に来た、街灯に来た虫とかをよく食べます。なのでこのような指の形になっております。というわけでね、大体これが分かればイモリとヤモリは全然違うっていうことが分かりますよね。
はい、これが分かればイモリとヤモリの見分けは完璧。もう何も言うことはないでしょう。ということで、ぜひよければチャンネル高評価よろしくお願いします。ではありがとうございました。さよなら。出せんでる後ろにおる電線で段折り、電線で中割り折り、電線で折る裏も同じ、ハサミで切る電線で後ろに折る、目が出てきあがり。